もよいしょ、うん、最高、強すぎる、どうしよう、私星読んでもう止まりそう、ここで使えばいいのか、間に合う、よっしゃ皆さんこんにちは、モンハン初級者です。今日はモンハンナウをやっていきたいと思います。私事ですが、つい最近までちょっと入院してしまっていて、ちょうどモンハンナウの発売くらいの時期だったんですけども、それから一切触ることができなくて、今日やっとプレイすることができるので、何の下情報もなく今日はやっていきたいと思います。まずはキャラクターの設定からですね。とりあえずまあ進めていこう。こんなスポーツマンみたいな格好で狩りするの、モンハンでもなかなかないよね、こんな格好。ランニングやん。あ、ランニングするんか。下の名前、招待コード、あ、なんかもらってたような。にゃにゃ、囲まれてしまったにゃ。そこの人ちょっと助けてにゃ。あー、ジャグラスだ。これを装備すればモンスターやっつけられるはずにゃ。装備を身につけると不思議と力が湧いてきた。マジ？なんで私片手剣持ってんの？タップし、あ、タップして討伐しよう。オッケー。どこタップしてもいいの？これ。へぇー。あ、まだ倒せてね。結構、あれ連打してもいい感じかな。タップするだけでコンボ繋がるんだね。助けてくれてありがとうにゃ。君はハンターさんかにゃ。僕はアイルっていうにゃ。知ってるよ。君の手に持ってるそれはなんだにゃ。スマートフォン？知らないんだな。空から何か落ちてくるにゃ。あれは人だにゃ。クワリリさん。ハンターじゃないのにジャグラスを討伐したなんて逸材だな。ハンターに任命させてくれ。なりますか？モンスターハンターなのでなりますよ。まあ普通のモンハンと同じハンターランクみたいなのがあるんだね。ハンターランク2に上がった。ジャグラス3体でそんな簡単に上がるっけ？ジェム？ドスジャグラス来たー。アイスボーンの一番最初の標的だったよね。え？ちょっともう一回。モンスターは赤く光ると攻撃してくるので、右左下のいずれかにフリックして攻撃を回避。へぇ。制限時間内にモンスターの体力をゼロにすると討伐成功。制限時間内に？一人で狩る。これ進むとかはどうするんだろう。怖い怖い怖い。わあ、ごめん。私ごめん。避けるタイミングわからん。やった。これはやばい。全然使い切らん。報酬素材とゼニーがもらえますね。ハンターランク11を目指す？結構やな。1年前のハンターになろう。このアイルを君のお供につけよう。ありがとう。よろしく。いやー、ランク上がるの早すぎやろ。こんな上がってたっけ？もうちょっと苦労してた気がするけど。ハンターランク11をとりあえず目指せばいいんですね。回復の仕方も教えるにゃ。回復の仕方あんまりわかんなかったぞ。なんかさ、避け方もうちょっと、結構早めなのかな？赤くなって、赤くなった瞬間もうすぐ避けていいんかな？こんな？避けて！あ！すげえ。倒れる瞬間が FF みたい。クリアタイム B やった。もっと早く倒せってか。特製剥ぎ取りナイフを使ってみると、報酬は2倍。おお、マジで2倍。この辺のジャグラスを倒しちゃったらいいのかな？これって、もしかして、歩かないとモンスター出てこない感じかな。そうだよね、そうだよね。じゃあちょっと歩かないかな。レベル上げ大変だ。散歩しなきゃ。あ、クエストを進めていくと緊急クエストが発生することがあるな、あるにゃ。強いモンスターが登場するにゃ。頑張るにゃ。クルルヤックが強い。おお、クルルヤックだ。買ってみるか。緊急クエストやしね。おお、よく見たら目可愛いんだね、クルルヤックって。赤くなった。避けすぎ。え？倒した？これ最初はすっごくモンスターの体力少ないのか。最初はもう全部、あ、間違えた！最初は全部クリックしてるだけで倒せるような感じなのかな？武器を強化する。でも私太刀使いたいんだけどさ、まだ使えないのかな。装備の強化ができるにゃ。まずは武器を強化してみるにゃ。あー、
ね。攻撃力が107になりますという。戻っていいかな。なんか全くうまい立ち回りできないけど大丈夫かな。私まっすぐしか行ってないから。なるほど、こういうので受け取っていけばハンターランクポイントみたいなのが上がっていくんだね。でプケプケか。緊急クエストプケプケ。モンハンサンブレイクとかでさ、モンスターの動きは大体わかってると思うからすごい。おお、でもこのタップだけでモンスター倒すって高難度モンスターきつそう。ありがとうございます。ハンターランク5。10月のイベント、飛びかかち、リオレイヤー、アッシュ、リオレイヤー。へぇー。ハロウィン、かぼちゃ上がり。かぼちゃ上がり楽しそう。なるほどね。クルレヤックがかぼちゃ持ってんのかな？だいぶ皆様からは、始めるのが遅くなっちゃったから、だいぶ出遅れてるだろうな。なんか初めて見る、何かな？ノイオスとか、おったっけ？私が知らないということは、アイスボーンのキャラとかかな？あ、これ知ってる！あ、知らんやった。さっきお供がペイントしてくれたドシラグラスを借りに来ました。あーやばい体力がない、やばそう。あ、やばい、終わりそう。おお、私が終わるかと思った今。危なかった、超互角ドスジャグラスと互角。もうこれ以上モンスターがここに湧かないから、ちょっと散歩に行ってきます。散歩に行ってきました。これ面白すぎてやばいですねかなり長い時間やってハンターランク29になりました。武器も今のところ全種類解放されたんですけど、なんとライズから使っている総中痕でもなく、サンブレイクであんだけ使った太刀でもなく、なんと体験に目覚めてしまって、めちゃくちゃ面白くないですかその武器を好きな理由はそれぞれあるんですけど、総中痕だったら耳栓の効果や虫を揃えることでステータスが上がるっていうところに魅力を感じたり、太刀だったら何といっても刃と鬼神斬りを決めた後の綺麗な円の表現が大好きで長らく使っていたんですけど、モンハンナウでは討伐時間が75秒とかすごい短いからこそ、体験のあの威力がすごく魅力でもちろん被弾するんですけど、被弾しながらみんなのためにと思って相打ちで攻め込んでしまうという戦い方をして、見事に回復薬を初日から課金してしまいましたやばいですよね。それで今日は次の緊急クエストが出ていたので、これをやってから終わろうと思うんですけど、回復薬もね、もうあと1個ぐらいしかないし、応急薬ももちろんもうなくなってるし、うん、毒属性で良さそうなんで行ってみます。星4か逃げて、当たれ、うわっって言っちゃった。むず、もう一回行ってみますね。なんか頭に当てないとやっぱダメかも。でもかといってこの人貯める時間そんなにないんだよね。あ、やばい、3個貯めちゃダメだった。間違えた間違えた、3回貯める暇ないんだよね。やばい、やばい終わった。もうちょっと練習します諦める。はい、あんまり勝てないのでちょっとだけ対策を練って戦いたいと思います。まずモンスターガイドによると、オルボロスの弱点が火と毒ってなってるから毒で挑んでたんですけど、狩猟に役立つ情報を読んでると、火属性の武器が弱点だが泥をまとった箇所は硬く、泥を剥がせる水属性の武器が有効となると書いてあるので、早速このアクアスラッシャーという水属性の武器を体験を作ってみました。まだちょっとレベルアップができないので、攻撃力は182なんですけど、水でいいんだよね、書いてあるから水でいいんだよね、弱点じゃないけど。あと前回と変わったところは、腰装備をパオールムの装備にして精霊の加護をつけてみました。これで全体のスキルがちょっと少ない、発動してるもの少ないんですけど、こんな感じで水属性の体験でもう一度チャレンジしてみたいと思います。よっしゃ、あとはもう私の立ち回りが上手くなれば活
勝てると思うので行きます。弱点属性ではないけどこれでいいんだよね。っていうかこの人硬すぎて本当に通らないんだよね。早く V 破壊しないといけないのかな。あ、結構前より火力入ってるかもしれん。あ、やばそう、間違えた。あー、火力高っ。それには騙されん。よいしょ、うん、最高。あ、やばい、こっち来る。あ、終わったー。あ、やばい、回復ちゃったギリギリで回復しちゃった。間に合わないのにあー、終わってしまった。いろいろ判断ミスったな、さっき。っていうか星4強すぎる。どうしよう、私やばい。どうしよう、私星4でもう止まりそう。へ、ブルームコイル、うん、でもちょっとだけ防御力強化したけど、もうちょっと抜本的な対策が必要そうですけど。お金もあんまり持ってないしさ。あ、ブレード、あ、ブレード上がった。防御力がちょっとだけ上がりましたね。全体で265、体力54しかないけど、これで挑んでみて勝てなかったらまた明日ということでやっていきたいと思います。水属性が通るっていうのは、まあ毒よりはちょっとマシだった気がする。多分てみよう。なんで勝てないんだろう。これもうライズとかサンブレイクではさ、なんでもない敵だったのに。回復薬使わないとやっていけないハンターなのにさ、制限されてるから難しいんだよね。これ騙されるけど尻尾はたき落としじゃないんだ。あ、方向くる。そうそうそう、タックルとかやりたいよね。怖くてまだできてないけどこれは好きか。よいしょ、なんかこういうのがいいかもね。体験の立ち回りってこういう感じかも。あー、やばいやばい、あぶねー。こっちを振り向いた時にもうマックス貯めておくみたいな。あ、やばい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 。ナイス、ここで使えばいいのか。間に合う。よっしゃー倒した。嬉しい、よかった。あの SP スキル使ってよかった、最後。あー、よかった、めっちゃ強かった。私だけだよね、こんな苦労してるの、この人にねえ。ありがとうありがとう。というわけでこんな感じでモンハンナをずっと楽しんで、ハンターランクが今30になりましたね。これからもさ、星5とかどんどん強いモンスターが出てくると思うので、継続して強くなっていきたいというか、武器と装備をまず万全に整えないと。私回復薬が持たなすぎる。技術もそうですけど、モンスターをたくさん買っていきたいと思います。何よりね、いつも出歩かないのにたくさん歩くようになりましたよね。一日、多分皆さんもそうなんじゃないかと思うんですけどそれでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもモンハンナウとかサンブレイクの動画、まだ編集してないものが残ってるので面白い動画を作成していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。やっと次に進める。これ使えばいいのか。間に合う。よっしゃ